おはようございます。速稼塾の久保でございます。月曜日になりました。5月23日です。今月もあと1週間ぐらいになっちゃいましたね。6月に入るとさあ相場はどのように動いていくんでしょうか。この円安が終わってですね、円高の方に少しは戻っていくんでしょうか。で、FX オリガルヒについてなんですけども、今週中にプロモーション開始して販売を開始します。そんなね、5万10万とかで気軽に買える金額ではないと思いますけど、その分だけ覚悟ってものがお互いに必要です。コンテンツを提供する私の覚悟、それから受け取る方の生徒さんとしての、受講生さんとしての覚悟も必要です。ただこの FX オリガルヒ、基本的にはね、今回販売するコンテンツと別にですね、概念として持っている FX の考え方なんですけども、50代の10年間私 FX にほとんどぶち込もうかと思います。その度に付き合ってくださる方を FX オリガルヒというね、まあそういったチームでちょっと今回ね募集してみようかと思うんで、基本的には毎年何らかの形でね、新しい方を呼びかけて参加していただくためにやっていこうかと思うんですよ。で、1年ごとに進化したコンテンツにしたいと思いますし、その1年ごとのコンテンツの進化を作るための1日ごとの積み重ねをしようかと思うんですよね。で、この積み重ねなんですけども、今まで6年間毎日 FX の投稿をしてきました。1日たりとも欠かすことがなかった。土日もやってきたと思います。ね、最近は1週間のまとめみたいなのを作ったりとかしてね、私もそのまとめを見ながら1週間がどうだったのかなってことを検証して、翌週につなげていくわけなんですけども、とにかくね、腰の入ったものが作れると思いますし、それから自信を持ってお話しできるのはレスポンスですね。レスポンスの速さと量、それから具体性、伝わりやすさ、こういったものは多分どんなところとも引きを取らないんじゃないかなと思いますね。で、私がやってるのはテクニカルに忠実になることですから、個人的な意見とかはもう一切入れていかないです。まあその上で個人的にこう考えてるよっていうのをこぼれ話でお話しすることはあると思いますけども、そこは相場の予測とは全く別の話でね、聞いていただければと思います。ごちゃごちゃと申し上げましたけども、今週中に FX オリガルヒのプロモーション開始しますのでご期待ください。それでは今日の相場解説になります。こちらをご覧ください。週が変わりましたので週足を見ていくんですけども、ご覧のようにね、完全に向きは変わりましたよね。ずっと1週間ごとの陽線の連続だったんですけども、ここに来て陰線の3連続が出ようとしてます。もちろん陰線の3つ目はまだ未確定なんで何とも言えませんけども、下ヒゲが2連発で大きく出ているところを見ると、まあ陰線ないしは、短い陽線になるんではないかなというふうに考えてます。まあいずれにしてもずっと円安っていう流れは止まりまして、135円の方向にはそんな簡単にはいかないっていうことでしょうね。バランスしたのかもしれません。127円になってしまっております。はい、次です。じゃあ次は日足を見ていきますよ。日足を見ていくと、ここ横ばいに近くなってますね。 N 字を書くっていう流れではなくなってきてるんで、ちょっとこの前お話ししましたけども、ヘッド&ショルダーに似た形になってます。あくまで似た形ですよ。これがとんがりコーンになってないですからね。似た形ってここは台形になってますんで、ただ大きく下落が始まる予兆を示している形であるってことは間違いありません。大きく下に本当に下がるのかどうか買い足で検証していきます。4時間です。4時間はお話した通りソーサートップをここで作ってますよね。ソーサートップの特徴はここでもう一個跳ねるところがあるっていうところなんですよ。で、ソーサートップのこちらの方にレジサプライを引いたら、ここよりも上に上がってこないっていう形になります。おそらくここで横ばいを作るんじゃないかなと思いますけどもね。横ばいを作った後に下の方に伸びていくっていうところだと思います。これが今週本当にそうなるのかどうなるかって見ていくことになると思いますね。ソーサートップの次の形がどうなるかってことです。1時間です。ソーサートップの緩やかに落ちていった後の跳ね返りでさらに落ちて、レジサポラインがビュンと引かれたところです。さあ今週これがですね、こういうふうに横ばいになっていって下に落ちていくのか、それともソーサートップのレジサポラインをもう一回思い出すように上の方に行くのか、この可能性は低いと思いますけどもね。この可能性は低いとは思います。どちらかというとこっちに落ちていくことを考えます。その際はこちらのレジサポラインを見ていくことが肝要になってきますけどね。そうなったら126円の方に久々に戻っていくっていう形になるんでしょうね。1週間はこれを見ていこうかと思います。はい、いかがだったでしょうか。今日も具体性を持ってテクニカルで説明したと思います。
特に週が明けましたんで、今日はポジション取るか取らないかっていうよりも、きちんと相場を見るために週が明けたから1週間を見る、そして1日を見る、4時間を見て1時間を見る、場合によっては買い足を見ていくって形になりますけども、今回買い足は必要ないかなと思いましたんでお示ししておりません。今週は操作トップの後がセオリー通りさらに下に行くのか、それとも操作トップは瞬間的なものでまた円安の方に触れていくのか、ここに注目でございます。それではありがとうございました。こんにちは、速稼塾の久保でございます。 FX6 面目にしましてですね、もっともっと伝え方に、上手になっていかないといけないなってところと、私はねオリジナル手法を組み入れるんではなくって、あくまでもテクニカルに忠実にやっていきます。まあですんでね、考え方についていけないというか、その手法がわからないっていうことをできるだけ排除してるんですよ。伝統的に多くの方が、より多くの方が地域や時代を問わずに使われているテクニカルという手法ね、これを徹底的に使い込むことによって、より具体的にですね、で今回もですね、そのテクニカルの何を使ってそういうふうな仮説を立てているのかってこと、これを中心にお送りしたいと思うんですよね。まあよくね FX のコンサルとかを受けると、そのコンサルの先生の独自の解釈じゃないとわからないものが結構あって、そのコンサルを外れると途端に別のノウハウで他の先生が教えるってこともあると思うんですけども、私はそういう風なね、先生によってこう色のあるっていうかね、全然違う説を立てているっていうのはなるべく排除したいと思ってます。つまり私はテクニカルを正確に伝えるために私という人間を使ってるだけであって、私独自の解釈は持ちないようにしてるわけなんですよね。まあですんで、勝率を高めていくことが誰でもできるというふうに思っております。もちろん一つには私の伝える力もありますし、受け取る方の解釈の力もありますんで、じゃあ100人中100人が勝てるかというと、これは約束できません。ただ順番に100人中徐々に100人全員が勝てるようにはなると思います。それはあくまでも私はテクニカルに忠実に皆様にお伝えしているからなんですよね。では今回は操作トップをテーマにお送りしたいと思います。はい、これがね操作トップの概念です。見たことありますよね。私の FX の基礎講座の中級編にはこの操作トップっていうのも出たと思いますけども、出てなかったらね改めてここで復習したいと思います。もうね中級編もねやったと思うんですけど、これもうずいぶん前のことなんで忘れちゃいました。ただお伝えはしてると思いますよ。はい、それで操作トップってのは、あの操作ボトムって言ってね、まあ、全く真反対の考え方もできるんですけども、今回はそれを割愛して、高値圏で操作トップが出たらこれはトレンド転換のサインなんですよ。まあ、そういう傾向が今までのデータの中から FX のチャートのデータから圧倒的に多いので、こういう理屈ができたわけなんですけどもね。まあ、ですんで、まあ、10回中4対6ってよく言いますけども、これはですね、7割とか8割とか9割ぐらいの確率で高値圏でこの操作トップが出ると売りに転換しますんで、その前提として操作トップを覚えておかなくちゃいけないってことと、操作トップが見抜けるようにならなくちゃいけないんですよ。この2つについてですけども、今回も操作トップにもしかしたら気づいてらっしゃらない方、もしくは知らない方がいらっしゃったと思うんで、現在のねこの1週間前からの相場を確認しながら、これ操作トップに見えますよねと、だからこれからこうなる仮説が立ちやすいんですよってことをお伝えするわけなんですよ。はい、じゃあちょっと行ってみましょうか。実際に昨日のチャートです。はい、5月23日の19時半のチャートなんですけども、これ4時間なんですけども、どこに操作トップが出てるんですかって言ったらここなんですよね。ここにポワーンとお椀みたいなのがあって、で一旦上がった後で下がってるでしょ。でネックラインはここです。で今こうギザギザし始まってるところなんで、今後下の方に突き抜いていく可能性があるんじゃないかなって考えてるわけですよね。じゃあ同じ時間の1時間見てみましょうか。はい、昨日の19時の1時間足ですけども、よりね操作トップがここに大きく出てるのに気づくと思います。こうなってネックラインから落ちてきて、ここでギザギザを書いてるわけですよ。ギザギザを、いいですか。このギザギザをちょっと印象に残しておいてもらいます。これをもう一回これ見ますよ。基本図をこのギザギザ、このギザギザがあるでしょ。
で、ネックラインがここですよ。ね。わかります？じゃあ、このソーサートップの解説と、今現在のチャートをもとに、今日の時間軸、1日を見ていきます。1日を見ると、繰り返しますけども、ここがレンジで、ブレイクして、推進波をこういう風にね、N 字を作って、上がっていったところで、ここから横ばいに入り、ソーサートップが、この辺で出ている。高値圏でのソーサートップですから、下落の可能性がテクニカル的にはありますよね。まあ、ここでまた介入とかね、なんか紛争とかね、ファンダメンタルが入ったらそれは諦めてください。テクニカルでは抵抗できないようなファンダメンタルは起きうりますから。だからロスカットラインの設定が大事なんですよ。テクニカルは絶対じゃなくて4対6とか、まあ、よくて9対1なんですよ。テクニカル 100% 勝ちってことはないんですよね。はい、じゃあ4時間を見てみます。4時間を見ると、ネックラインがこうあって、ソーサートップがこういう風に引かれてですね。で、ギザギザがここにあるから、今か今かと、下がるのを待ってる状況です。で、補助的に移動平均線見ますと、ここを頂点にガーンと落ちまくってるでしょ？ここまで上がってきたのに、落ちてるでしょ？それも補助的に確認してください。移動平均線基本的に私使いません。ちなみに私の移動平均線は5日、8日、13日です。参考にならないと思います。さあ、では、ソーサートップの1時間ですけども、ソーサートップのドームの半分がここにあってね、一旦組み上げて、グワーンと下に降りてるところにネックラインがこういう風に引かれます。で、今ギザギザを作ってるところですからね。だからこの、ネックラインの下側で勝負が行われてるでしょ。で、ソーサートップを作ったのはこれの上型でしょ。より具体的にお伝えしたつもりですけども、ソーサートップの概念と今がソーサートップに当てはまってるってこと、これがピタッと一致しませんか。で、これから大きな下落が始まる予兆がしっかりと浮く病で出てますんで、月曜日はそれを確認して火曜日あたりからエントリーのポイントを探っていくよってことなんですよ。だから早ければ今日中に売りでエントリーすると思います。例えば、このネックライン終わった時に売りですよ。ね。具体的でしょ？はい、いかがだったでしょうか？今日はね、FX オリガルヒのコンサルを実際にどういう風にするのかってことをお話して いきました。まあその一部です。まあ察しの言い方はお気づきだと思いますけども。だから今までの私のね、日々の相場解説も、このレベルでやってきて、さらに FX オリガルヒは分かりやすく分かりやすく分かりやすくで行こうかと思います。ですんで、一部の方には残念なお知らせですが、この日々やっている速稼塾の中の相場解説、ここまで丁寧にできなくなると思います。 FX オリガルヒのに比重を置けば、この速稼塾の中で紹介する FX の相場解説はここまで細かくはとてもねできないと思うんですよ。ですので、そこはね、FX オリガルヒの方を期待していただくのと同時に、あ、今までの速稼塾の中の FX の解説ではもう、自分はね、もっともっと FX に強くなりたいから、もう無理だなと思ったら、オリガルヒの方にぜひ移ってください。速稼塾ではいろんなテーマを扱ってきました。これからも、速稼塾のメインのテーマとしては、YouTube を使っていこうよっていうのと、情報発信によるコンテンツ販売を主に置くと思います。でも FX ってのは全く別のことをやりますんで。ですんで FX を専門的に学んでいって、そしてそれによってね、自分の人生の収益、いわゆる最近で言うとファイヤーでしょ？お金をガツッと稼いで、それを軸に新しい生活を お勤めすることなく迎えたい方とかね。あと副業で FX で毎月5万とか10万とか20万とか30万とか、その金額はバラバラですけども、まあ、とりあえず FX で必ずプラスになる。もしくは高い確率で毎月プラスになるってことを前提に副収入にしたい方は、こちらも FX オリガルヒので学んでいただければと思います。FX オリガルヒは、今週中にね、プロモーション、販売、その他のご案内をお送りしますけども、今日はちょっとね、味見をしていただくっていう意味で、お届けしました。今までも何回もこういう説明をしてたと思いますけども、こういう細かさでやっていきますんでね。ですから、テクニカルが身につくこと、
なんか浮き合いでしょ、なかなかいいでしょ、うん、だからこういう風にね、今どのフォーメーションを使ってるのか、テクニカルのどの部分を使ってるのかってことを解説しながら FX オリガルヒはコンサルを進めていこうかと思います。はい、くどいようですけども以上のようになります。引き続きよろしくお願いします。はい、どうもおはようございます。速稼塾の久保です。今日は5月25日朝6時の相場解説になります。一旦ですね、昨日の3時レンジに変わってるところをちょっとね一緒に見ていこうかと思います。これは昨日の映像です。このようにね、まあレンジになってますよね。で、このレンジをブレイクしたら上とか下に入っていくんですけども、ソーサートップが来た後なんで多分下の方に触れるんではなかろうかっていうのは今までと同じ考えです。ということは力点を2つつないでこの辺りですよね、この2つの線をブレイクした時に下の方に抜けるっていう風なイメージでいいと思います。はい、では今日の朝6時の図ですけども、このようになってます。力点をつなぎますよ、こことここです。つまりはこういう風になってますよね。どうですか、綺麗なブレイクアウト見て取れますよね。ソーサートップの後のね、ブレイクアウトですよ、レンジからのブレイクアウトね、まあ綺麗に動いてるんじゃなかろうかと思います。ただし私は寝ていましたんでエントリーできてませんけどもね。でも読みは合ってたでしょ、うん。で、肝心なのはこの1時間足からちょっとね、5月25日朝6時の今度日足を見ましょうってことなんですよ。日足を見るとどうなってます？ずーっと長い間起きていたレンジがブレイクして N 字を書いて上昇していったけども、この高値圏でヘッド&ショルダーに似た形ってのを何回も見ますけどもね、そっから今度は高値圏ですからこうずーっとね下の方に向かう可能性がテクニカル的にはあるんですよ。で、ネックラインがこうなってるでしょ、ヘッド&ショルダーではないですよ、これ。頭がね、台形になってますから。けど、高値圏で、こういった転換の予兆が見える、ソーサートップが見えると、やっぱりそれはそれで、下落に向かう兆候になるんですよね。はい、ということでね、こういうふうな言葉をここに刻んでおきましょう。今日は何月何日 ?5月26、25日でしょ、はい、高値圏ソーサートップ、ソーサートップね、こういうことでございます。ヘッド&ショルダーではないんだけども、同じように高値圏でソーサートップが出れば下落の兆候ってことですよ。今日はこの講義に全てまとまっていきます。ですから今自分が高値圏にいるのか安値圏を見てるのかってことは、こういった潮の変わり目ね、ずっと上がってきたものが変わり目に入ってテクニカル的には全く逆方向に行く直前なのかっていうことが分かりやすいでしょ。今回ヘッド&ショルダーだったらすごくねポピュラーなんで、あ、下落に入りますねってさらっと言えるんですけども、このソーサートップは頻繁に出る形じゃないんで見過ごされる可能性が高いんですよ。だからこういう時にちゃんとテクニカルとか基礎用語を覚えておけば、お、これはソーサートップが起きるな、起きてるな、起きたなってことが分かるわけなんですよ。だからここでチャンスを逃さないってことになります。今朝のライブ放送でもチャンスはゴロゴロしてるんだよと、ただチャンスをチャンスと見抜けないから乗り遅れるんでしょってことをお話しました。そして逆にね、チャンスに見えるものっていうのはそれはまがいものであることが多いです。誰にでも分かるものはそれはチャンスではないんですよ。今回きっちりとテクニカルを学んだ人だけが取れるようになってる、エントリーできるようになってるわけなんですよね。まあですんでね、ここは誰でも取れたでしょうっていうことがありますけども、それはあくまでもちゃんと学んできた人だったらっていう前提がついてますから、お忘れなく。やっぱりね、誰でも取れるとこでも誰でもできるレベルのことをやってない人が大半ですから、そういう人の損切りが私たちの利確になっているという、そういういい例だったんじゃないですかね。それでは売りへのエントリー、これを構えておかないといけないですよね。はい、じゃあ以上でございます。はい、おはようございます。速稼塾の久保です。
今回は FX の追加配信になりますけども、視聴者熟成さんのねお一人から、まあ、嬉しい報告をいただきまして、それをね今回プライバシーに配慮しながら報告しようかと思います。昨日のソーサートップの後のレンジ幅でブレイクが起きたところで、まあ、エントリーするんだよってとこだったんですけども、そうですね、こういう風にレンジができてるなっていうところで、ソーサートップはこういう風に入ってました。でこれを前提にですね、仮説を立てるときにブレイクが起きるのはここのポイントだよってとこだったんですよ。で、今回メッセージいただいた方はお孫さんがいらっしゃるそうでね、お孫さんがいらっしゃって、よしよしって寝かせた後で朝の配信に目を通していた。ですんでだから数時間後ですかね、私の朝の配信の数時間後だと思いますんで、まあ何時かは分かりませんけどもね、ちょっとご覧いただいていた時に、あ、ブレイクが起きたなっていうのに気づいたらしいんですよね。まあですんで少なくともこのブレイクですか、このブレイクに気がついた、いたと思うんですよ。それで、126の852で入ったということなんで、おそらくこの辺で入ったんでしょうね。十分ブレイクが確認できたところだったと思いますから、すごくいいタイミングで入られましたよね。で、その後30ピップスを取って確保したということだったんで、30ピップス取ったんでしょうね。ですから、このあたりですよね。まあもっと先まで取れたと思いますけども、でも30ピップスなら十分ですよね。だから1ロットで言ったらこれで3万円ぐらいですから、いいニットになったと思うんですよ。お孫さんを寝かした後で3万円みたいな感じですよね。で、その後追撃ロットを、それまでの、ロットね、半分にして、だから1ロットで行ってる場合は 0.5 ロットで追撃して、その分を、ちょっとお立ちんで取ったみたいな感じじゃないですか。もちろんここは取ったかどうかわかりませんけども、おそらく、まだね、下げの途中だったと思いますから、追加でちょっと取れたんじゃないかなと思うんですよ。もしくは、ちょっとね、考えにくいことではあると思うんで、申し上げにくいんですけども、ヒゲが出てるとこですよね。だから、下の方に伸びていて戻ってる途中でエントリーしちゃったら、もしかしたら多少ロスカットがあったかもしれませんけども、どちらにしてもこの半分でね追撃したっていうのがポイントなんですよ。30ピップスの大部分を確保した上で新しい挑戦が取った利益でできるってことですから、だからこれがね負けないエントリーのやり方なんですよね。ちょっと拡大してみましょうか。はい、こんな感じになります。126の852で入ったということだったんで、おそらくこの辺りで入ったんでしょう。黒で書きましょうか。852でこの辺りで入ったんでしょう。で、30ピップスを取って、その後で、ロットを 0.5 にしてね。で、もう一回売りの方で取ったということですよね。まあ、こんな感じでやるのが理想なんですよ。で、そうすると、確保した30ピップスは大部分を守りながら、追撃ロットもいけるわけですから。そうすると追撃ロットの方も勝てれば、例えばね5ピップスとか10ピップスとかさらに取れるし、もし追撃がまあ負荷にならずにね、決済ロスカットを食らったとしても30ピップスの大部分半分以上は守れると思うんですよね。うん、ですのでこういう風に最初は追撃もやってみてください。慣れてきたらね追撃ロットを逆に倍にするとかっていうこともできますから、それは全体の資金量とあとスキルに応じてやるところになりますんで、今の段階では追撃ロットは半分ということを守っていただければと思います。じゃあ今日は以上ですね。追加放送終わりです。どうもおはようございます。今日は5月26日朝5時前になりますけども、相場解説始めていこうかと思います。でその前にねちょっとまた講義なんですけども、今回ソーサートップっていうものがありました。まあそれは一旦落ち着いたわけなんですけども、このソーサートップね、この5、6年で私ね2回しか見たことがないんですよ。今回で2回目です。まあ、その他にも私の見てない時間軸でねソーサートップっていうのがあったかもしれませんけども、逆にソーサーボトムっていうねソーサートップのまるで逆の形があったかもしれません。とにかくね私がねこの5年間24時間全部をマークしたわけじゃないんで、私のいつものペースで相場解説をしている、その中でもたった2回しか出てこなかったってことなんですよ。そう考えてるとね、テクニカルのいろんな手法がありますけども、じゃあそれがいつも出てるのかっていうと、とてもじゃないけどもいつも出てることはありません。ただそれが出た時は確実に捉えていきましょうと。確実に捉えたところでその勝率もしくは敗率は4対6ですよってことなんですよね。まあ、だから常にトレードをするっていうのはやっぱやりすぎなんですよ。ポジポジ病っていうのがありますけどもね、
で、私がこのね、FX オリガルヒっていうものを講義もしくはコンサルを始めるときに大事なのは、今身につけた理論は明日使えるわけではないし、今週使えるわけでもないし、今月中に出てこないかもしれない。でもだからこそしっかりと覚えておくこととトレーニングしておくことをバーチャルでね、練習のうちにやっておかなければ、本当にその時が来た時に気づかずに終わってみて気づいたことになっちゃうんですよね。価格が上昇してきて、そして、下がっていきます。それを高値圏でヘッド&ショルダーの最初の肩っていう風に感じれるのか、ダブルトップの最初のトップって感じれるのか、もうこれで始まってるわけなんですよ。もっと言ったら上昇が始まった時に、あ、これはゆくゆくは高値圏を形成して、そこでソーサートップなりヘッド&ショルダーなりダブルトップなりを作るんではなかろうかっていう風に考えながら上昇しているトレンドを見ていくかってことなんですよね。そう考えていくと、やっぱり事前にいろんなことを知っていて、それがどういう時に形成されるのかっていうことをあらかじめトレーニングしておくことってやっぱ必須条件ですよ。そういう準備が整ってない時にログインして MT4 のチャートを見てしまうから、なんかちょっとね遅れちゃうっていうことになります。まあ、ですので本当にね、暗記をあらかじめしておくことって大事なんですよ。でその暗記を練習するためにデモトレード、もしくは少額トレードでトレーニングをしておく。それこそ1年がかりくらいでやった方がいいと思います。でその後で実弾を込めていってね、そこそこの金額を入れておくと、だいぶ度胸もついてくるっていう風な三段構えになってきます。何が三段構えかというと、まずは暗記があります。次の段階はトレーニングです。三つ目は度胸なんですよ。度胸はやっぱりね、実弾を込めるときに、実際のロットにお金を詰めるときにそれが問われるんですよ。やっぱりね、少ないロットの時はできることでも、同じことを高いロットの時にできますかって言ったらなかなか難しくなっちゃいます。たった15センチの幅の平均台を地上わずか20センチ30センチなら渡れる。でもそれが海時の150メートルの高さになっちゃうと途端に足がすくむでしょ。そのぐらいお金を入れておく、ロットを増やすってことは足がすくむんですよね。いや私もね、今でも足がすくみますよ。やっぱり2ロット3ロットでエントリーするときって、最初にエントリーした瞬間に含み損が8000円とか出るわけですよね。それは怖いですよ。でも怖いんだけども、怖いからこそその恐怖に、やっぱこうね、勇気ってのが付随してくるんですよね。この恐怖と勇気が一体となっているものだよってこともね、たびたび申し上げてきたところだと思いますけども、まあこういった精神面でのトレーニングも FX オリガルヒには織り交ぜて、丁寧に丁寧に伝わりやすく講義をしていこうかと思います。そしてコンサルの方も一人一人の、まあ実情に合わせてですね、行っていきたいと思いますね。それでは今日の相場解説始めていきましょう。こちらをどうぞ。はい。昨日の正午のことです。サポートを転じてレジスタンスになったところです。そもそも、ここにレンジが形成されましたよってことはお話した通りなんですけども、ここを突き破ってね、そして、今度はそれがレジスタンスに変わったわけですよ。何がレジスタンスかというと、これが上昇していった時に、ここにぶつかってるでしょ。まあですんで、レンジを一旦抜けると、そのレンジの内部には戻りにくくなるっていうことが言えるんですよね。サポート。サポートってつまり、ここに当たったら上に行きますよっていう状態がサポートです。レジスタンスっていうのは、それが反転して突き抜けたら、今度はこっちにね、内側に行きにくくなって外に弾かれるっていう性質のことです。レジサポ転換とも言いますよね。じゃあ、この5月25日、昨日の正午から数時間経った図を見てみましょう。はい、6時間後です。レジサポで天井タッチ。つまり、レジサポ転換をした後で、この天井に弾かれて2回ほどね、ノックしてるわけなんですよ。それでもセカンダリートレンドって言いますけども、流れは上昇に向かってるんですよね。だからこのままだと下に大きく弾かれるんじゃなくって、もう一回中に戻るってことも予測できるわけなんですよ。で、今朝の1時間軸になるわけですけども、たった今の図がこうなってます。セカンダリートレンドってのはどういうことかっていうと、全体的な流れはね、全体的な流れですよ。1時間軸は今、右肩下がりになってます。セカンダリートレンドっていうのは、その大きな右肩下がりの中で、右肩上がりを作っていますよねってことです。セカンダリートレンドね。つまり、15分とか、15分ですね。15分足で見たとき、ちょっと今回はしませんけども、しましょうか。15分足。
15分足で見た時にこうなってるってことなんですよね。右肩上がりでレジサポをバタぶち抜いてね、レンジの中に入ったでしょ。これのことです。セカンダリートレンドで内側に入ってきましたよってことです。あれ、まあ、ですんでここから考えられるのはこのセカンダリートレンドに沿ってこういう風にね伸びていく、レンジのオプションのことをお話しましたね。レンジオプションのこと、レンジオプションってのはどういうことかっていうと、レンジの中で上に触れたら下に行き、下に触れたら上に行くってことです。その性質を利用して反転狙いのトレードをすることですよね。でここでロスカットを食らうんですけどね。でそのレンジの中にまた入ってきましたから、これですんで、もう一回この飛び抜けたところはまああったんですけども、レンジの中での勝負に戻ったのではなかろうかという、そういうふうな疑いを見てね、今日を過ごしていくってことになります。よろしいですかね。はい、じゃあね、昨日はレジサポ転換をしたところに気づいて、まあなんですかね、セルでエントリーをかけた方も何名かいらっしゃって、中には追撃された方もいました。追撃の時のコツはそれまでのロットの半分でいくことなんですよ。リスクが高まってますからね。で慣れてきたらこれを同じ額でいくか、もしくは倍額でいくみたいな感じです。それは相当慣れてきて資金力もあったらそうした方がいいと思います。そうするとね、利益がものすごく取れていきますから。でも通常はですね、まだ初心者から中級者に向かおうとしている、その場合にはやっぱり 0.5 ロットで、もしくは半分のロットに落としたところ、つまり半値決済で追撃を食らわしていくっていうことが望ましいと思います。はい、じゃあ今日の講義そして相場解説は以上でございます。今日はですね、レンジオプションで攻めてみましょう。それでは失礼します。おはようございます、速稼塾の久保でございます。今日は5月27日ということで、5月もいよいよ終わりますね。朝5時18分にお送りしております。もうすぐライブ放送が始まるので、その前に FX の相場解説取り終わりたいと思いますけども、いかがでした？昨日から今日まで追加配信なかったんで、いろいろと変化する中でね、判断迷ったんじゃないですか。だから私の追加配信があったらどうですかね、結構見えたと思うんですよ。だからね、 FX オリガルヒっていうのを今プロモーションね始めようかと思いますけども、やっぱりね、こういった時に追加配信が来ると助かるなっていうふうに思っていただける気持ちっていうのはね、いや私もねよくわかるなっていう複雑な気持ちですけどね、送れなかったらお前だろうって言われるそうですけども、特に昨日から今日にかけてのこのドル円の変化っていうのは、追加配信がね、あればどんだけ見やすかったかなっていうところ、まあそれも込みで今日はね、相場解説をお届けしたいと思いますのでご覧ください。それでは画面を切り替えていきます。はいはい、まずは日足から見ていきますけども、日足でずっと私がお話していたこと覚えてます？こういう風にレンジがあってブレイクした後 N 字を変えて水準波があって、ここで天井が台形みたいになりましたけども、ヘッドアンダーショルダーみたいな形を警戒するんですよってことをお話しましたね。で大きな下落が起きていくんではなかろうかってお話したところで、日足の見方は終わっていたと思います。まあここで推進派としてもうちょっとね高く円安の方に触れるっていう風な考え方もあったんですけども、それはこの台形の天井を見てないなと思いました。変わり目ですね、これはね。これから下落に向かうことがあると思いますけども、とりあえず横ばいに入ってるところを、まあ、4時間なり1時間で解説したってところになります。ただこれからね、これね、奇跡の円高の方に触れるっていうのもありえますからね。125円のところまで行くのはそんなおかしいことじゃないですから、それをまずねテクニカル的には解釈した上で4時間1時間を見ていきましょう。次は4時間ですけども、こういう風な図になってます。この4時間を見てるとお分かりいただけると思いますが、ダブルトップを描いた後ね、だここが台形になったってことですよ。これがとんがり山だったらさらなる上昇を描いて、日足が上昇トレンドのままだと思いますけども、ダブルトップで天井を描きましたんで、ここから下落トレンドに入るっていうところがそのまま実現してるのがこのチャンネルラインですね。だから下げトレンドになってるでしょ、高値がこう切り下がってるところですよ、これまさに。で一時的にこのレンジってのを1時間で書きましたけども、この1時間もレンジの中で何か動きがあるというよりも、1回レンジの中に入ったんだけども、
この下げトレンドの力の方が強かったんで、この中でまたレンジが起きるんじゃなくて、さらに下の方に向かう兆候を見しているのが4時間で分かりますってことです。こういうのをね、昨日も4時間に1遍ぐらい追加配信すれば考え方修正でいけた方も多いと思うんですよ。セカンダリートレンドって話を昨日しましたよね。ここで一旦トレンドが全体的には右肩下がりなんだけども、瞬間的に右肩上がりのチャンネルラインを引いて、それがこのレンジの間に入っていくんじゃなかろうかと、引いてはレンジオプションに変わるんじゃなかろうかっていうふうな仮説を立てたのが昨日の途中で変更になったってことなんですよ。この天井を描いて、今度は4時間で見てわかるように下げトレンドのチャンネルラインに忠実になるんではなかろうかっていう仮説が立つわけなんですよ。その上で今日相場解説を今日もし金曜日でするなら、ここにダブルボトムを見えてるっていうことも忘れてはいけないんですよね。ですから今言ったのと逆になりますけども、やっぱりレンジの中に入るんじゃないかなっていうふうになるんですよ。あとはもうね、決断です。下げトレンドの方に向かうことに決めるのか、それともレンジオプションに戻ることを決めるのか、それによってエントリーする方はバイかセルが決まります。私はこういう時に曜日を見るんですよ。金曜日だな、エントリーしないぞ、終わりみたいなね。今日エントリーしないってことはもうほぼ今月のエントリーはないですけども、ただね、ここまでね、上げと下げで大きくトレンドの兆候が出てるのに分かれるってことは、まあここでリスクをかぶってエントリーをする必要はないかなと私は思うんですけどもね。まあですんで金曜日ってこともありますんで、私は今日はエントリーしません。ここで、店じまいでございます。あとはね、じっくりと来週の戦術、それから来月の対策を立てるかなってところで、ここでね、1日2日残りの日をまあガタガタしたところで、5月全体の利益にはあんまり関係ないんでね、今月もしっかり利益上げてますんで、まあ、これでよしとするかなってことでございます。はい。普段勝ってればね、こういった時にも、じゃあやめとこうかって判断ができるんですけども、もし5月がね、負け越しで終わりそうだとか、それとかエントリーをあんまり取れなかったってことでしたら、今日みたいな日でも、1か8かでセルかバイにかけてしまうってこともあり得るんですよ。で、それがだからポジポジ病の1個なんですよ。ね、こういうのですらポジポジ病ですからね。まあ、ポジポジ病っていうのは、本当にね、多くの人が陥るからそういう名前がついてるんですよ。まあ私はもう特にないですけども、そういうのはね。まあ皆さんもポジポジ病は最近ないなと思えれば1段階上がったことでございますから、今までの FX ライフね、十分褒めてあげていいんじゃないですか。それじゃあまた来週お会いしましょう。では FX オリガフのプロモーション始まります。はい、どうもこんにちは、速稼塾の久保でございます。お待たせいたしました。 FX オリガフの今回プロモーションになります。ここに書いてますように FX の攻略、人生は50代からが本番だということでね、これは私自身にかける意気込みでもあるんですけども、まあ、この度ね FX を始めて6年目になりまして、まあ、やっとですね私の FX の投資スタイルも固まってきたなというふうに思っておりまして、今回のような発表になりました。で、私の投資スタイルといっても、私オリジナルの手法じゃなくって、あくまでもテクニカルに忠実にやってるだけなんですよね。まあですんで、私独自の手法で勝っていきましょうとか、特別なこのツールを使ってみたいな、よくわかんない方法ではないんですよ。本当にごく客観的に長い間、普遍的に使われてるテクニカルを、本当に徹底的に明確にですね、伝わりやすく伝えやすくすることによって、まあ、勝利の道を開いていこうという、そういうふうなね、FX の投資スタイルになってます。下の方にね、速稼塾投資専門コンテンツって書いてるでしょ。つまりこれね、FX というスタートではあるんですけども、まあ、FX を中心に、できればね、他の、まあ、暗号通貨とか、株とかっていうのにも広げていきたいなっていう気持ちはあるんですよ。ただ、今のところ、ちょっと私が自信があるのが FX だけなんで、FX 以外はなかなか、すいません。この度は他の投資もやりますよというふうに明言はできません。ただこれから始まる私の50代の中では、別の投資のスタイルっていうのもね、必ず身につけていきますので、そちらの方もほのかに期待していただければと思います。それでは今回スライドショーは10枚になります。ちょっと長編になりますけどもお付き合いください。はい。まずね、一般的なニュースなんですけども、人生100年時代って言うじゃないですか。いやでもね、100年って言うと、夢が広がるような気がするんですけども、でもどうでしょうかね。実際は私も含めてですね、
将来の不安って別に消えてないですよね。私も消えてないんですよ。あと果たせなかった夢とか目標ってのも今でも胸にくすぶってると思うんですよ、10代の頃、20代の頃、そして家族ができたらと思ったりね、あとは両親にしてあげたかったこととか、近所に地域に報いたかったこと、結構あると思うんですよ。ね、中途半端になってる趣味とかももう一回本気でやりたいですよね。そして健康とか経済的な不安、これもつきまといます。人間生きてる限り健康をたまに壊しちゃったりするんですよね。それはこれからもそのリスク高まっていくし、明確な健康のリスクじゃなくてもね、例えば霞目が出てきたとか、耳が聞こえづらいとか、足が弱ってきた、腰が痛いとかっていう問題もあるじゃないですか。あれも今までだったらちょっと寝れば治るかなっていう風な気持ちだったんですけども、いや、ひょっとしたらね、これは生涯付き合わないといけない老化なんではなかろうかっていう風に感じるところもあるんですよね。で、残り少なっていく時間、人生も無限ではないですから、やっぱり50代を迎えるとね、残りどのぐらい今やってることができるんだろうかっていう風に考えちゃいますよ。また寂しいことですけども、家族が過ぎ去っていきます。まあ両親はそろそろいなくなっている方もいるのかなとも思いますし、これからそういったところに向き合わなくてはいけないという方もいると思います。またせっかく家族を作っても家族がバラバラになったりね、まあいつまでも結婚生活が平穏に続くとも限らないっていうところも不安の一つではないかなと思うんですよ。まあこういった不安が一体どこから来るのか、自分の気持ちの捉え方なのか、それとも金銭的なものなのか、仕事が影響しているのか、それは一人一人様々だと思います。はい。しかしね、こういった共通の疑問はあるんですよ。人生後半が豊かで楽しいものに本当になるんだろうかということですよね。私はおかげさまで YouTube で皆様とのお付き合いがあります。基本的に生きてる上で偶然に近所の人と知り合ったから仕方なく付き合ってるってことはないんですよ。積極的に自分のテーマで発信して、そのテーマにものすごく共感してくださる方が視聴を繰り返してくださってると思うんですよね。それが私の人間関係なんですよ。ですんで、私はもしかしたら私のことを見てくださっている視聴者さんや受講生さん以上に、私は私を見てくださってるあなたのことがものすごく好きなのかもしれませんね。はい、ちょっと怖いニュースお届けしましょうか。老後破産です。自己破産者の 25% は60歳以上ってご存知でした？これすごいことだと思いませんか？私も何人か自己破産の方を見てきましたけども、同年代の方もいたんですけども、やっぱりね、60を過ぎると自己破産になるんですよ。それはこれからこの厳しい破産状態をなんとか盛り返していこうっていうふうな時間がなくなっちゃったり、意欲がなくなっちゃったりするからなんですよね。まあもう逆転無理だから自己破産しようかっていうふうに20代30代で考えなくても、60代70代ではやっぱりね、逆転に向かうエネルギーっていうのはなかなか出てこなかったりするんですよね。まあ、ここに書いてますけども、日弁連および消費者問題対策委員会が発表する2020年破産事件および個人再生事件記録調査によると、60歳以上の自己破産者の割合は増加傾向で、2022年の調査では 25% 以上が60歳以上という結果が出ていたってことなんですよね。はい。そして個人的に見ても、60を過ぎると親にも子にも頼れないっていうね、まあこういった微妙な状態になるんじゃないかなと思います。60歳以降の経済的な失敗ってのは取り返しが非常に困難だということで、そして親にも子にも頼れない、まあ親はね、いなくなっちゃったりするケースもありますし、子供が最初からいなかったり、子供がいてもね、子供は子供でやっぱり30代前後を過ごしていて、まあ、とっても頼れるようなタイミングじゃないってこともあって、60歳以上ではなかなかね、安心できる環境が手に入りにくいということもあります。だからこそいろいろと策を打っていかなくちゃいけないですよね。ちなみにですね、今回 FX オリガルヒということでいろいろ調査したんですけども、こういった今までお話した困難な状況や漠然とした不安を打ち破るために、私は今回ね、FX ってのを提案しようかと思うんですよ。で、今までは YouTube ですとかアフィリエイトってものをお話したこともありますけども、今回は FX がなんでね、資産の構築の可能性に50代以上になると
急に浮き出てくるのかってことをお話していきます。それはですね、実際に FX を始める年代っていうのが40代から60代がなんと 70% 以上なんですよ、で FX っていうのはそれほどね、取り組みやすいってことなんですよ。アフィリエイトを40代過ぎてから始めましたってのはなかなか聞かないですしね。じゃあ将来の夢は YouTuber だっていうふうな50代の方ってあんまりいないと思うんですよ。でも FX ってのは実は作業が非常に単純で考え方もすごくシンプルなんですよ。安い時に買って高い時に売る、これですからね。そこに細かい手法がいろいろと入ってくるんでややこしくはなりますけども、ここの右に書いてますように、体力的な面から見てもね、学習意欲からしても、それから手元の資金の問題にしても、バランスが取れているのが FX なんですよ。FX って体力いらないですよね。早朝起きたり深夜まで起きてないといけないってこともないですし、ブラック労働や残業時間にも縛られませんよね。自宅でもできますよね。通勤がいらない、すごくいいじゃないですか。で、年齢とともに投資による資産構築への期待は高まってるんですよね。で、そこに FX という市場がもう随分前からあるのは非常に頼もしいことだと思います。でも伝統的にずっとその市場があるって言ってもね、不動産投資って結構ハードル高いですよね。で、暗号通貨は早すぎてちょっと難しいですよね。税率も高いですし、で、事業投資も時間がかかりすぎるんですよ。小さな会社に投資してそれが10年後20年後上場を待つっていうのはちょっとね、他人任せでもあるし、なかなか難しいですよね。で、株式投資は割と身近なものがありますけども、株式投資と FX と比べるときに、今回これご覧いただいている方はどっちかって言えば FX かなというふうに考えていてくださってると思うんですよ。まあ、その上で FX オリガルヒを検討してくださってると思います。今回は株式の可能性もあるんですけども、 FX についてお話していきますね。はい。で、逆にですね、 FX なんでやめてしまうのかなって理由を考えてみましょう。アンケートを取りました。2021年証券会社の窓口調査で FX をやめた理由、大きく2つ挙げられています。1つは損をした、元手を失った、でこういった方が 33% いるんですよね、そして次、思ったほどうまく稼げないからという方ですね。ということはこの人は稼いでるんですよね。稼いでるんだけど辞めてるってことなんですよ、ね、上は稼げなくて辞めた方、下は稼げたんだけど辞めた方、ね、でもこれもですね、辞めちゃうっていう理由だけ見ると、あ、辞めちゃうんだで終わるんですけども、こういうふうに考えるんですよ。最大の原因は今お話した2つ、その根本でもあるってことなんですよ。どういうことかというとですね、元手を失わないためのリスクヘッジや損をした時のマインドセットを持っていましたかってことなんですよ。だって投資だから瞬間的に損をしたり一度や二度元手を失うのはまああり得ることなんですよ。で、その時にどうしますかっていうふうなことを相談できない人とか考え方がない人が辞めていっちゃうんですよね。だって損をした瞬間に辞めるんだったら、私も何遍も辞めてますからね。元手を失うぐらいで辞めるんだったら、じゃあ元手は何百万なくしたんですかとかね、何千万なくしたんですかって話になりますけども、じゃあ元手をね、3万円なくしました、やめたっていう方もいるかもしれませんよね。まあ、ですんでこの辺もどのようにこの損をした、元手を失ったっていう状態をプラスに持っていくのかっていうふうなアドバイスが必要だったんじゃないかなと思うんですよ。で、次、はい、思ったほどうまく稼げないっていう方もいますけども、そういった時の考え方や戦略をやっぱり持っていればね、やめてないと思うんですよ。少なくとも勝ってるわけですから。じゃあ勝ちを増やすためにどうしましょうかとかね、元手を失わないようにどういうふうにしましょうかっていうふうな、こんなアドバイスを受けていれば、つまりは、同じようなね、投資をやっている FX をやっている人、特に上級者の方との関わりがあれば、適切なアドバイスをいただいてやめてなかったと思うんですよ。つまり一人でポツンとやってる人が FX 多いんですけども、それはやめるよねってことですよ。これが根本的なやめちゃう原因です。はい。つまりは危機攻略のための密なるアドバイスをしてくださる方がいるかどうかってことです。皆様の頭の中には FX で困った時に誰に相談しようかなっていうのを浮かびます？その方があなたのコンサルタントなんですよ。アドバイスを密にくださる方。密じゃなかったらダメですよ。相談したけども答えが来たのが1週間後、それじゃあちょっとね、不安ですよね。やっぱりすぐに返信が来るとか、すぐに具体的に、伝えてくれる、こういう方を探すといいと思います。
はい。で、私から言うなら、キー攻略のための2つの手法っていうのをお知らせするとしたら、これ2つあると思います。1つはね、事前学習によるリスクヘッジです。で、講義とトレーニングで行うんですけども、FX をやってると、こういったピンチが来るよ。その時にはこうしましょう。こういった資金のなくし方があるかもしれないから、こういうふうに防止しましょう。っていうふうに考えていく講義が事前にあれば、実際にそういう場面に遭遇した時にね、あ、本当だ、教わった通りにこんな時が来た。じゃあ、こういう時はこういうふうにしてかわそうかなっていうふうに、もう回避できるわけですよね。そしてどん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 自分のスキルが溜まっていきます。で、トレーニングをすれば、実際にどういうふうな作業をすればいいかってことが事前にできてますから、うん、一人でね、淡々とくぐり抜けることができるってことになります。ね、危機攻略のための二つの手法のうちの一つは、事前にどんなことが、どんなピンチが来るかってことを知っているか知らないかってことを、自分で定期的にね、教わっているかってことが大きいなってことですよね。で、もう一つは、失敗体験ってのはそれでもあるんですよ。講義は受けていた、トレーニングも受けていた、でも失敗しちゃいましたと。で、その時に失敗して、ああ、やめた、じゃなくって、じゃあこういうふうな失敗から学んで、次回へ布石を打っておけないかなっていうふうに、コンサルを受けることができるでしょ。うん。だからこういう方を身近に置いてれば、ねえねえすいません、って今回こんな失敗しちゃったんですよ。どうしましょうか、次にどうやったら活かせますかねっていうふうに、アドバイスを要求したら、あ、そういう場合はね、次からこういうふうに考えたら、同じ失敗を繰り返さずに済みますよ。もしくは、その失敗は必要経費ですから、やる上ではね、ロスカットっていうのが生まれるんですよ。だからそれをこのように、次へ考えていくための成長の布石にしていきましょうっていうふうに、考えていけばね、そういうふうにアドバイスをいただければ、失敗すら成功への道のりになるわけですよね。だから、身近に自分の学習や体験を支えてくれる人がいるっていうのは非常に大事になってくるんですよ。はい。そして FX オリガルヒの話になりますけども、うん、コンテンツの概要はね、2つになります。まあ今まで速稼塾の FX の相場解説もやっていましたけども、日々の相場解説と要点講義の配信になります。実は今年に入って、もう FX オリガルヒと似たような講義をバン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 お送りしてるのをお気づきになった方もいると思うんですよ。かなり細かく具体的にやってると思いませんか。だから皆さんの勝率かなり上がってると思うんですよ。で、仮に負けていてもなんで負けたかって分かりやすくなってると思うんですよね。それが二つ目です。アクシデントから学ぶ次回への備えです。なんで損切りになっちゃったのかな？なんで自分の相場予測が違ったのかな？その理由を明確にして、見落としたポイントとか勘違いしたポイントを指摘を受けていれば、どんどん考え方が修正されますよね。つまり、これから行うトレードにプラスに向かうわけなんですよ。そうなると、失敗してもプラスになるし、プラスになったら儲かるし、徐々に勝てる仕組みっていうのができてくるってことになります。で、そもそも FX って上がるか下がるかの2分の1ですから、ちょっとこういったスキルを身につけると、とりあえず負けなしになるわけですよ。だから FX オリガルヒってのは、勝つか負けるかじゃなくて、勝つか大勝ちするか、どのように勝ちを伸ばしていくかっていう、まあポジティブなね、3の選択になります。3つの選択に。はい。そして、運用通貨のペアはドル円のみです。私がドル円以外にやったことがないんでね。ですので、他の通貨ペアはやりませんけども、基本的に考え方は一緒なんですけども、手数料とかボラティリティが違うので、やっぱりね、通貨ペアを変えると、全く別の世界に行くと思った方がいいですね。で、これイメージなんですけども、年間の利回りは 100% を目標にしていきたいですよね。つまり、100万円でスタートしたら、年末には200万になってるってことです。十分でしょ。とりあえずは。いや、そのうちもっともっと大きな利益取ればいいと思うんですよ。100万入れて1000万とかね。1000% 目標とか。これ去年の私とか一昨年の私じゃないですか。今年は 3000% とかいきそうですけどね。はい。そのためにね、ちょっと自分の中で、頭の中でモデルを作ってもらいたいんですよ。例えばスタンダードモデルね。口座に保有資金を10万円の3セット、つまり30万円入れておいて、10万円ずつ使っていくっていう感覚です。これによって月間の勝ち越し額を3万から5万にしていきます。ね、3万から5万って言うとなんか少ないなって感触を得る方もいると思います。よくね、投資のコミュニティとかでは毎月50万稼いでいきましょう、30万稼いでいきましょうって言いますけども、資金が多ければそれできますよ。
でもね、やっぱり安全に行こうと思ったら、より安全に行こうと思ったら、口座の保有資金が30万の時に、だいたいその1割を勝ち越していけば、1年間で30万から50万になるでしょ。十分年間利回り 100% じゃないですか。これを当面の目標にしていきましょうよ。ね。これが動かないようになったら、うん、もっともっと大きな価値を目指して、トレーニング続けていけばいい話ですからね。まあ私も基本的には、一昨年と同じ手法で去年をやって、去年と同じ手法で今年をやってるんですけども、それだけでも気づくことが増えますんで。だから勝手に、利益は増えていくんですよ。手法自体は一緒ですからね、毎年毎年。同じことばっかり言ってるし、同じことばっかりやってるんですよ。ただ、気づけないもこのモードがだんだん気づけるようになってきたんで、エントリーのタイミングが増えてるんですよ。ポジポジ病じゃないですよ。ポジポジ病ってのは分かんないけどエントリーしちゃうんでしょ。でもエントリーするところがまるでチャートの上にここでしょって矢印がね出てるように、それこそシグナルツールなんて入れてないのに脳の中のシグナルツールが動くようにね、気づきが増えるんですよ。はい。あとね、もう一つトライアルモデルって言って、資金をそんなにとりあえずは避けないよって方は、まあ、3万円口座に入れておきましょう。1万円の3セットって感覚です。これにより毎月3000とか5000、ね、毎月3000、5000の勝ちでいいから簡単そうでしょ。でもこれを1年続けたら3万円が6万とか10万になりますよって話ですから、ね、年間利回りいけるじゃないですか。あとは資金が増やせるときに資金を増やして、 FX の手法自体は同じでいいわけなんですよ。単純に言って30万口座に入れて、それが年末に60万になってるとしたら、300万入れたら600万ですから。あとはロットの問題、資金の問題になってきますんでね、これは本人の才覚とはあまり関係ありません。ただし金額を大きくすると精神的なね圧力かかってきますんで、心を鍛えておかなくてはいけないってことになります。それも FX オリガルヒでやっていきましょう。はい。 FX のオリガルヒは単なる投資コミュニティじゃないですよっていうふうに、ここで私はお話したいと思います。私のことをちょっと話すとね、1972年10月11日生まれで、令和4年の秋、今年50歳になるんですよ。で、50代に向けて私はこの FX オリガルヒに自分で入門する気持ちです。で、FX オリガルヒというコミュニティ自体は、令和5年から毎年1回販売していこうと思います。募集してね。で、ゆるく数名の方をプラスプラスプラスで積み上げながら、同じ FX ってものの中から様々な交流を持っていきたいと思いますね。でそのための、まあ、考え方というかね、私の気持ちとしては、50代以降を楽しく豊かに共に一緒にですね、投資で生きる交流の場にしたいんで、この FX オリガルヒを通じて今までやってきた FX のようにね、やっぱ実際に交流していきたいですね。47都道府県オフ会っていうのを速稼塾でやりました。500名ぐらいの方にお会いできましたけども、今回も同じようにね、まあ感染症の問題とかありますけども、この FX オリガルヒに参加されてる方の、お住まいのところに実際に行って泊まって食べて語り合って一緒に FX やってみたりとか、なんか他のね、レジャーに講じてみたりとかしてみたいですね。で、50代60代になってくると思い出話も多いじゃないですか。そういった昭和のほろ苦い、そんなね過ごし方もしてみたいと思います。はい。考え方としてはこういうふうにまとまるかなと思います。アラフィフ以上の方の、遠くのご近所さんっていう考えですよね。なんか遠くには住んでいるけども心では近いよみたいな感じですかね。はい。で、ここまで速稼塾やアフィリエイトとか YouTube が中心でした。これからもアフィリエイト YouTube を中心に速稼塾の運営はしていきますけども、それに加えて FX オリガルヒというものをやっていきます。ですので速稼塾の通常の配信の中で FX の相場解説っていうのは、まあそこまでね、今年やってきたみたいに濃くはならないです。もう去年ぐらいの本当になんか淡々と動画一本朝上げるみたいな感じになると思います。はい。つまり速稼塾のアップグレード版が FX オリガルヒだと思ってください。速稼塾ではね、もう強制的にこれをやりましょうとかね、早く稼がないとダメでしょみたいなことを詰めることはなかったんですけども、 FX オリガルヒは結構積極的に私の方からね、皆さんの動機づけを行っていこうかと思います。はい。で、そろそろこのシートも終わりに向かっています。
20分ほどご覧いただきました FX オリガルヒなんですけども、本セールは今日ではありません。ちなみに内容ですけども、サポート期間は特に設けてません。速稼塾でもサポート期間設けてないでしょ。で、30年ローンとかやってましたけども、速稼塾に関してはね、速稼塾ってのはお金の問題解決、そのきっかけをたくさん、伝えていくんですけども、こうなりたい、ああなりたいっていうのが決まってない人に押し付けることはなくって、でもこうなりたい、ああなりたいっていうご相談をいただいたら、ズーム対談などを中心にですね、その人のセールスに、もしくは売上、向上にね、目いっぱい私も貢献してきたと思います、それがサポートなんですけども、 FX オリガルヒはね、サポート期間同じように特に設けてません。ただいきなり終わっちゃうかもしれませんけども、それは何故かというと、私が死ぬ時ですよね。私が死んだらできなくなりますんで、あと天変地異が起きたりとかね、そういった不測の事態ではさすがにできなくなるかもしれませんけども、特にサポート期間を3ヶ月ですよとか6ヶ月ですよとか設けずに、そうですね、でも、私の50代の間ということにね、ここでは言わせてもらおうかなと思います。50代を私が過ごしてる間はサポートはあると思ってください。でも皆さんとね、メールなどでつながってる以上、私も毎日 YouTube の発信してますんで、私がサポートしなくなるって考えられます？多分考えられないと思いますけどもね。で、サポートもものすごく早くやるのはこれまでと変わりません。その辺は今までの速稼塾を通じてご信頼いただいた方にこうやって提供しますんでね。だから心配されなくていいと思いますよ。私の人格がいきなり変わっちゃったらね、ちょっとわかりませんけどもね。はい、次です。正式な募集ってのは令和5年の1月1日にしようかと思うんですよ。年に1回だけ FX オリガルヒは募集しますんで、そんなに常にね、はい、やりましょう、これましょうっていうものではないですから、今までの速稼塾の募集と同じように年に1回緩く募集して、まあそれでも結構な方が入ってくださるみたいな形になるんじゃないかなと思います。はい。で、販売価格なんですけども、令和5年の1月1日の価格では49万8000円で、以降1年ごとに多分価格は改定されて高くなると思います、ですので、一番早く一般の方が買えるのは令和5年の1月1日49万8000円ということです。まあこの辺でもね、たくさんの方に入ってくださいっていうスタイルではないってことがわかると思うんですよ。その代わり少人数にものすごく濃くやっていくという、今までの速稼塾のスタイルは変わりません。まあ速稼塾はそう言ってもね、結局1000名以上の方が今いますんでね、だからものすごく毎日ね、20件ぐらいのお問い合わせとかね、サポートの連絡があるんですよ。まあですので、おかげさまですごく充実してます。まだまだ私にキャパシティがありますんで、1日100名ぐらいだったらさばけると思いますけども、まあ皆さんからもね、遠慮なくサポートの、要請をいただければと思います。楽しみにしてますよ。はい。いよいよ最後ですかね。はい。じゃあね、こっからが皆さんの関係のあることです。FX オリガルヒの塾内限定プレセールです。今回の動画も、塾生さんにしか見れない動画になってますけども、一般公開することはありませんけどもね、塾内限定のプレセールを今日これからお話しさせていただきます。はい。まずね、5月31日の21時から株スクールってのがズームのライブであるんですけども、この時に特別価格の発表をします。と同時に速稼塾の塾生さんにも価格をお知らせしますので、その時までね、心づもりをしてお待ちいただければと思います。今日が5月の27日ですから、別にもうね、3、4日待てば価格の発表ありますよってことです。もうすでにオリガルヒに入るよっていうふうに決意表明されている方もいると思うんですけどもね、その方もこの特別価格で参加していただくってことになると思います。はい、次です。はい。とは言ってもね、本当にね、大人数は細かいサポートができませんので、少人数でやります。ですんで、特別価格の発表させていただいて、で、受付っていうのがね、6月1日から3日の間、たった3日間なんですけども、限定3名で特別価格は受け付けようと思います。これを過ぎると、特別価格の次の価格になります。もちろん、いきなり49万8000円の来年の価格ではありませんけどもね。というところで、特別価格が終わっちゃったら、限定3名が終わったら、プラスで5名ね、6月4日から7日を次の価格、ちょっと特別価格よりもちょっと高い価格でご案内することになります。にしても5名しかその時点では募集しませんので、そうなると8日で一旦受付を締め切らせてもらいます。もしね、
5名以上、つまり3名足す5名で、理想的には8名で FX オリガルヒスタートすればいいなと思ってるんですけども、私もね8名ぐらいになるんじゃないかなと今のところでは思ってるんですよ。というのがもう価格に関係なく入りますって決めてる方がもう事前にメッセージをねいただいてるのを計算すると、まあ5名ぐらいはいるなと思ってるんですよ。でプラス、まあメールはくれなかったけども、スタートするんだったら入りますみたいな方がねいらっしゃると、今までの経験から予測すると、まあ、10名には至らないけども8名9名ぐらいいるんじゃないかなって形でこの限定数を設けました。まあただ多少のオーバーはね、なんかいろいろと考えないといけないかなと思いますけども、とりあえずはそういったお申し込みとかね、申し込みじゃないんだけどお問い合わせみたいな、どうしようかなって方の対応も込みで8日以降一旦受付を締め切らせてもらいます。で6月1日から3日の間、もしくは4日から7日の間にお申し込みは、まあ今まで通りメールになりますけども、その中でね細かいやり取りをさせていただいて、で、なんですかね、入金口座の案内とかね、支払い方法ですとかっていうのをそこでメールでやり取りする形になりますけども、8日以降はその整理も込みでですね、一旦受付を締め切らせてもらいます。場合によっては受付を再開するかもしれませんけども、8日以降はちょっと受付をしませんので、6月1日から7日の間にしか FX オリガルヒ のプレの限定セールっていうのはありませんということで一旦受け止めておいてください。で、コンテンツの提供開始は6月12日前後を予定しております。まあ、ですんでね、6月は今まで通り、速稼塾の中での FX の相場解説しますけども、だんだんとね、細かい解説とか講義付きっていうのはやらなくなると思います。で、FX オリガルヒの方だけで、まあ、そういったね、細かい解説になっていくと思います。はい。最後にね、家族の写真をつけて皆様に感謝を重ねて申し上げます。ご覧いただきましてありがとうございました。ここに写ってる大和くんなんですけども、私が FX オリガルヒを50代でやってるうちにこの子も入門していきますね。まあやるかやらないかは本人次第ってことになりますけども、この子はね小学校にいる間に FX はマスターさせたいと思うんで、10歳をめどに12歳ぐらいまでにはFX で利益の出る少年にしたいと思いますね。そのつもりで皆さんのことも考えてます。皆さんに利益を取るのは当然なんだけども、自分のライフスタイルとかこれからの人生設計に合った利益の取れるような、そんなね、毎月何百万も稼ぐってことは約束できませんけども、それこそね毎月プラスの10万とか20万とか30万っていうのを、まあ、資金の量にもよるんですけどもね、そういうふうな副収入が FX から得れるようになったらものすごく大きな自信になるんじゃないですか。そしてね、こういうことはあんまり言いたくないんですけども、結局人生ってのはいろんなものを失っていく日々ですよ。でも年を取れば取るほどお金だけが増えていったら何らかの救いになるんじゃないかなと思います。今まではねビジネスをやることによって人脈やお金ってものを増やしていきましょうっていうふうなお話の仕方ばっかりだったんですけども、FX で事業は共有しないんだけども FX という市場で稼いでいる者同士が仲良くなる、そんなコミュニティってあると思うんですよ。私はそういう意味でね、日本一の FX のコミュニティ FX オリガルヒを50代のうちに作っていきたいと思うんですよ。速稼塾の塾生さんは1000名以上います。 FX オリガルヒのグループも1000名以上にできないかなと思って、その最初の10名を募集するつもりで今回のスライドショーをご覧いただきました。それではメールの方をいただけるようによろしくお願いします。どうもありがとうございました。